おい、ユマピじゃなくて隣ハリミヤ。なんだみんなして。胸胸胸だ、なんだこれは。今気づくとかホラーかよ。痛くないの？痛い、いや痛くはない。もしかして痛すぎて脳が感覚麻痺させてるとか。そんな、抜いてくれ。無理だ。なぜだ。てか普通に喋ってて大丈夫なのかよ。怖すぎんだろ。刺さったままの方が怖いだろ。どうすれば。落ち着け、クソ野郎ども。おいバンバン、とりあえず座るか横たわるかしろ。死ぬ前に克服しなければならないことがあるんだ。俺は死ねないんだ、頼む。うるせえよ、無理に抜くと失血死すんだろうが。そんな、俺はこんなところで死ぬのは。うわあ、ハリミヤ死ぬな。フジジイとか言ってごめん。ちゃんと愛情込めてあだ名つけるから。ハリミヤ死にゃあせんから。先生、ハリミヤが死なねえってどういうことだ。夢の中で生涯を終えるなんて話聞いたことあるのか。夢の中、まあ死にたいって強く考えればそんな感じの体験はできるだろうけどな。はあ、わけわかんねえこと言ってねえで、こいつの矢どうにかしろよ。俺はもうダメだ。言っただろ、夢に制限はない。考えたことが具現化する。矢などないと思って想像してみろ。想像、あ、矢が消えた。血も出てね、傷跡すらねえなんて。やっぱり一年生は初々しいね。刺さった。しかもたくさん。